パラシュート部隊のおつまみラジオ。どうもパラシュート部隊矢野部部です。どうも斉藤優です。今日はですね、福岡市早良区桃地浜にありますテレビ西日本からお送りしております。はい、現在29日はい、木曜日ですね。そうですね、ゴリパラの、1日目が終わったということで、うん、そうなんですよ。今日はね、はい、止まらずに帰ってきたと。そうですね、もう今ほらもう、大変ですからね。そうなんですよ本当に、まあ、全国的にもそうですけど、うん、もう福岡もね、はい、増えてきちゃって過去最多をちょっと記録しちゃったんですよね。だからもうゴールデンウィークももう、今日からかな、はい、もうステイホームということで、うん、このラジオ、はい、大事よもうみんな家にいるしかなくて、もう暇を持て余した人たちが、うん、やっぱもう一番大、ね、楽しみにしてるコンテンツがこのラジオなわけやから、うん、やっぱそうですか。俺もちょっともう緊張してるもん今。やっぱももクロのグッズ紹介とかもいっぱい上げてましたけど、3回目3000回しか行ってないですねダメやったか。でもあれはもう俺は知らんかったよ、ももクロ撮ってんの。まあ、斉藤と鍋ちゃんかな、あれ、で撮ってて、ああまあすごいやっぱいろいろグッズあるんやろうなと思って、次の週第2弾が出たんよ。あれっつって、あの3日連続とか1日明けて、あの3日にわたってね、で、あ、第2弾あるんや、前編後編かと思ったら、これ第3弾があったんだよね。軒並み視聴回数減っていったんだけどびっくりしたよあれは。やっぱりあれはね、また新しい層がね、やっぱももクロファンには刺さる。そうそう、ももクロファンのなんかコンテサイトみたいなんでもこう紹介されたり。でも斉藤やっぱ普段ちょっと最近ジェルとかつけて髪上げてるじゃない。上げさせてもらってる。グッズの帽子とかかぶるとやっぱ格段に増すね。本格派感でしょ。右の本格派、もうストレート160出る感じ、出るよ、ね、分かるよね、俺もやっぱかぶってる時にあ来たなと思って、だから、あれが本来の姿やから。あ、今世を忍ぶね、仮の姿だから。ジェルつけてんのが仮なんや、仮の姿だから。で、鎧みたいな帽子、甲冑みたいな帽子が斉藤。そうそう、でもまあ野球が好きな人もキャンプが好きな人もいろいろあるから、いろいろやっていくっていうのが我々のチャンネルだからね。そうね、いやだからもう本当に YouTube とか、暇な人はもう絶対こう上げていかないと、で、まあ、このラジオもちょっと2週ぶりかな。前回NHK のついにね、はい、ラジオがね聞いてくれた方スタートしましたから。いつもほらこれ本当二人っきりで撮ってるから、今もねだだっ広い会議室に二人、そうなんよ、我に返ったら何してんだって思っちゃうぐらい。ももちのねビルの街並みを見ながら今、夕日を見ながら、夕日を見ながらやってるんですけどね、いややっぱすごかったね、なんか人数もね。いや多かったね。いやでやっぱ一回目って大事やん。大事。いや結構緊張してる、してたもん、先走る感。ああ、俺はほら普段まあ KBC ラジオでやらせてもらってて、そうイヤホンとか、ヘッドホン慣れてるから、俺はもうヘッドホンつけただけで、もう世界がもう暗闇になった感じがするで指示はヘッドホンから来るやん、で聞こえてるけど、直に喋ってるみたいな感じの錯覚にとらわれるんよね。その辺で締めますみたいなを言われるんですけど、はい、俺もう言いかけた、あ、その辺でって言いかけたもん、ね、それもう返事しそうになって、返事しそうになって分かりましたって、もうオンエアはその声乗ってないから、乗ってないんだもん、乗ってないのよ、参っちゃったよ。で喋るカフっていうんですか、上げたら、声が乗る、下げたら声が、波動砲みたいなやつ、ね、そうそう、ガチャンっていうね、ギアみたいなやつ、あれももう苦手なんだ、わかるか。今までラジオ、何回か俺らやってて、でも全部俺がやってたよね、上げ下げがね。俺だから思ったよ、やっぱりなんかやらなきゃいけないってなあることがあるときに極端に戦闘力下がる、わかる。俺それはこの間思ったけど、もう情けなかったんだけど、明太で中継が、足怪我してたから、明太のスタッフ優しくて、室内のスタジオでやるコーナーにしてくれたんよ。で、俺いつもスタジオいいなとか、エアコンのついたとこでとかって愚痴りまくってたんで、いざスタジオってなったら、もう説明しなきゃいけないことあるんやけど、それがもう緊張してから、あんだけ文句言ってたのに、いざスタジオ呼んだら、カチコチなのよ。カチコチ。あれっていう感じみんな。で、なんか VTR2 回目終わった後に答えていただきますみたいなこと言わなきゃいけないんだけど、それを言うやん、言って
次それを言うことがなんか変な感じなんだよ、ね、説明してるのが恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしいっていうね、うん、だから極端にやってないからね斉藤さんそういうの、うん、俺なんてもうミスター説明だから、そうなのよ、うん、説明してるのがなんか説明するのがなんかね、うん、拒絶がすごいよ、だからありのままの思ったことを言ってたってこと、そう、それでやっぱなりわいにしてたからさ、でもねこの説明する側はする側でさ、説明しすぎて自分が本当にどう思ってるかわからなくなるっていうループに入るのよ、なるほどね、わかります、わかるわかる、だからあれこれ俺は本当にこう思ってんのかっていう、みんなに合わせた答えを言っちゃう体になっちゃってんの、なるほど、わかる、真逆なわけね、そう、うん、俺と斉藤真逆なんよ、だから説明しかできなくいい体になるってこと、うん、なっちゃう、うん、いやだからなんか説明2回見終わった後に答えていただきますとか言って、うん、外の時はまだね空が見えるからいけんだけど、うん、いやいやそんな野生児やったいや室内でシティーボーイって聞いてるよ、急に我に返っちゃって、うん、なんか恥ずかしくなるやろ、そう、決まったことを言うのがで俺その後へって笑っちゃったよちょっといやだからみんなはそれはクエスチョン、それ当たり前に言えばいいやん、そう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 、したらなんか変ってなっちゃったから、うん、違和感みたいなで違和感与えてんだろうなと思ってまたさらになんかテンパっちゃって、うん、で俺はもうそれを解放しようと思って思ったこと言ったら、うん、こいつやべえやつみたいな感じになる、なるよ、これ伝わるかな、これはどうやろう、うん、まあでも本当にだから NHK さんとして我々やっぱもう力入れていきたいわけや、うん、だからもう本当にね1回目、うん、かなり力入れてやって、うんうん、かなりの好感触やったよねあそうだと思うんだ、いやスタッフさんね、楽しんでくれてて、でもみんな笑ってくれてた、うん、うん、でもなんか変わった人多いんだよな、変わった人、いやラジオでも言ったけどその NHK さんって言ったらなんかちょっとこうパリッとしてるイメージやけど、うんうん、ほんとほらプロデューサーの方とか、あ方ね、革ジャンにロン毛やったからね、いやそうなんよ、うん、で子供のなんかチェアついた椅子チャリンコでやってきて、そう、うん、その革ジャンマジで取ったみたいな、盗んだチャリンコ、お前怒られるぞ、いやいや勘違いされたら困る、怖いなと思って、だからロン毛で革ジャン着て、うん、タイトな黒いズボンに黒い靴履いて、うん、ママチャリで帰ってたから、うん、ちょっと変わった人だよね、変わってるよね、うん、だからやっぱ変わってきてんだよね NHK さんも、あとやっぱすごいのはやっぱ音響っていうかさ、うん、なんか喋ったらボガーンみたいなさ、そうそう、あんなのやってくれるんやな、このラジオじゃ絶対ありえへんやん、そうだから変なこと言ったらブブーとか、そう効果音、それが、うん、多分芸人のラジオとかがそんな回数が多くないからか、うん、あんまほらミュージシャンの人にさブブーとかできないじゃんそう、ね、で多分それで異常に多いんだよねボガーンとかラジオで喋ったらベベーとかティリーとかで、いきなり普通に喋ってたらさ、テテテ、テテテとかなってから、俺、声がでかすぎて、喋ってる俺たちが、なんかあったのかなって思う。壊れたみたいなさ、感じ。これちょっとね、聞いてもらった。月1回しかないんで。そう、もう聞ける期間は終わっちゃってんのよ、多分。一週間。終わってんのかな、ギリ終わってるかな。終わってないかもしれない。ラジルラジルっていう。っていうので、まあ、毎月、月末に喋るんで、ちょっと聞いてもらいたいですけど、効果音の多さ。うん。ギネスレベル、多分出す人、うん、効果音出す人、うん、多分腕が鳴ってると思うよ、そうなんよ、来たよ来たよと、うん、俺の腕を出すと、あの方ねもうぐるぐる回してたもんねぐるぐる回してたよ多分、だってさ悩み解決するコーナーがあって、うん、斎藤がこうですってね、まあ斎藤解決した途端、うん、効果音がボガーンいやいやちょっといやなんで解決で爆発音なんのっていう、いや怖いわ、多分ねずっと押したかったと思う、爆発音あんまり押す機会ないからね、やっぱ普段の前の3週は松隈健太さんとクリゼンさんがやってるから、うんうんうん、ボガーンのタイミングないと思うよ、まあね、あんまりないよね、俺らほどね、ないやん、うんうん、それはやっぱやっとボカン押せる時来たで、これ言ったらまたボカン増えるかもしれないこれ聞いてる可能性、ディレクターさん聞いてるから、ね、聞いてくれてるからね、聞いてくれてるから、いやこの辺はちょっとね効果音も共に楽しんでもらう、そうなんよね、うん、生電話とかもあるんでね、電話つなぎましたからね、うんうん、だから週3、月3回はこのラジオで、うん、
で月1回それでなんか月の全部のね、そうなんかあったこととかね、まあいいですよね。毎月第4金曜日に、ね、第4金曜日 NHKFM でやってるんでね。いやーでもうん、ステイホームですけど、まあ、ちょうどいいのがもう今期のドラマがね、あ面白い、忙しいもん。いやそう、ね、めちゃくちゃ忙しい。おちょやん毎日見るから。おちょやんやろ、晴天を付けやるやろ。あ、はいはい、やろ、うん、で大豆だとわこ、うん、あるし、3人の元とね、うん、あれも面白い、あれのあれ面白いな、あれ面白い、あれ出たいわ、一人夫で。え、ただね、角田さん出てるから、うん、もうだ ないことはないことはないことはないっていうね、いや将来的にね、もうバケモンみたいにうまいもん。いや角田さんすごいよな、もうその人にしか見えないね、うん、でエンディングの歌がもうバリかっこいいもんな、なんかラップ交えた人やろ、うん、毎回変わるな、あればっか聞いてるもん最近。あれな、うん、松さん歌うまいな、うまいわ、松たか子さん歌うまいわもう本当にとろけちゃうわ、うまいわ、気持ち悪うん、気持ち悪いと思うよけどさ、今帽子かぶってないのに、うん、まあね、うん、うん、いや本当に。でコントが始まるもんでしょ、コントが始まる、ドラゴン桜もあるやろ、あるね、忙しいよ、もう OL ばりにドラマ見てるから本当に、ね、本当に毎回言ってるけど、うん、ネタ書いてくれいやでもろうそく書いてるからさ今。何してんのお前、絵描いてたのお前、ろうそく書いてんのよ。で大仏シリーズは終わった、大仏も書くけど、なんか今ね2個ぐらいね個展しませんかって言われてて、なんか味見かどっかで展覧会みたいなやつ、ああそう、あの人気投票1位になったやつね。あれ何の、あの情報あんま言わんよな俺に。ああ別にでも書きたくてやってるだけやから急に格好つけてるから、うん、あれだってお前やった、人気投票1位になったやつね、うん、何のあれ、見に来てくれた人がどれがいいですかっつって人気投票1位、ほとばしるなんとかじゃなかったっけ、副題躍動する、うん、芸術現代芸術家ってそこでお前1位取ったの、はい、躍動する、うん、躍動したから俺が一番躍動したからはい、うん、でそれは何で司令ってやってんの、やっぱパラシュート部隊っていうよりか斎藤佑としてやらしてもらってっていや俺でもこれちょっとやらかしたっていうか、うん、ちょっとどう思うか聞いてほしいんやけど、うん、まあろうそくの絵を描いたっていうのも、うんうん、今県の仕事 FBS で知っとくってやってて、はいはい、県の美術館行ったよね、うん、で野十郎先生っていう、福岡の画家がいて、うん、いろんな絵描いてんだけど、ろうそくの絵が結構有名なよ。ああ、なんか知ってる知ってる。ろうそくばっかり。ろうそく以外も描いてるけど、ろうそくは売り物じゃなくて人にプレゼントするように描いてたよ。はいはいはい、はい。で、それを絵を見て感動して、うんうん、あ俺もろうそく描きたいと思ったよ。うんうんうん、で、描いて、うん、まあ、インスタに載せたよ。うん、したら、うん、パクンじゃねえって書かれてた。あ、だから、ごめん、これ絵って著作というか、なんだろう、これダメなんよね。いや俺分からんねんけど、それ辛辣よね、別にいいじゃん、うん、ロース。あでもタッチとかはやっぱ見て感動してるから、あ別に見て描いたわけじゃないよ、そのままけどちょっと寄せてる感じになるんや、こんな感じ、光の感じいいなと思って描いたから、うんうん、あそうなる。えそれは何、斎藤のことフォローしてくれてる人が言ってくる、うーん、やと思うけど、ツイッターかな、ツイッターに書いた時に、でもいや分からんから、界隈の話がパクんじゃねえって、そこっちはね、そんなこれでね、そんな強い感じじゃなかったけど、パクリは良くないよってあでもアート業界そうなんかなと思ってああまあでも完全なるオリジナルってないからね、うん、いや大仏はなかった、大仏の時はなかった、でもやっぱタッチそのまんまやったから、あやっぱ見て感動して描いてるからさ。そのろうそくは何を見て、自分で家でろうそくに火つけてみやった、うん、頭の中のろうそく、頭の中の野十郎先生いやそれパクってるやん、もういやいやお前野十郎先生って言ったらパクってるやん、いやでもマジ感動したよ俺、躍動する人のがやっちゃダメやそれは、まあだから躍動できて、でも俺も、もっとろうそく描きたいんよ、でもまたあれやろ、野十郎さんみたいな絵になるやろ、どうしても野十郎さんになるなお前のろうそくをさ、だ俺のろうそく探さないかんの、俺の炎を、まあもうろうそくってこと自体ちょっとまあパクってるっていう、でもことにはみんなのろうそくじゃないのいやそれを絵にしてってことあればあれじゃない、だからタッチがやっぱまあそれはそうよね、感動してそれを描いてる、うん、だって言ったら頭の中の模写やもんね、そうなのよ、まあね、そういう、まあでもやっぱ絵描いたりドラマ見たりとか、うん、あと
まあ、石川くんと喋ってて、あの紹介してもらったあの漫画ね、もう漫画、ね、なんか漫画何読んでますとかっつって、うん、今なんかホークスではこれが流行ってるんですっつって、うん、あの東京リベンジャーズっていうあのアニメにもなったやつを、はいはいはい、で娘に漫画買いに行かんって言って、え友達なの？いやいやいや、俺娘、まあでもそんな将来的にはそういう風になるの、俺も漫画買いに行かんって、そんな感じがいいと思うよ。あそう、友達、そこが唯一のコミュニケーションだから、あ漫画というツールが、うんうん、で行くっつって、でなんか石川君が教えてくれたの、東京リベンジャーズっていうのが面白いらしいっつったら、うん、ビニール袋みたいなの持ってきて、うん、今日友達に借りたっつったらそれやった、ね、へえ、あ本当来てんだな、タイミングが、うん、タイムリープものでしょ、そう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 、で俺好きな新宿ソアンの人なのね、涌井先生から、うん、俺もね途中まで読んでた、うんうん、いや面白かったわ、まあ、マジで、うん、5巻までしか読んでないけど、俺も今読みたくてしょうがないから、うん、この後買いに行くもん、また娘に、え借りてきてんじゃないの、あ5巻まで、うん、あ4巻まで借りてたんよ、うん、友達にね、うん、でももうどの道集めるなと思ったよ俺、あ1巻ちょっと読んで、はい、だからもうそのまま5巻まで買いに行って、だ映画化もされるからね、映画でアニメで、いやいや映画実写で、なるほどね、うん、そう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 、俺は忙しくなりそうやなネタ書けよ俺が言うのもあれやけどさ、いやいや、やるよ、またライブ、あの好評いただいた三角定規と新ネタライブ、ああやります、それもやるから、でも僕的にはでも、うん、あの渡辺大さん出てる博多座、ああ僕魔界転生、うんうん、見に行かせてもらいましてね、うん、で何を感じた、まあ普通に、え、ちょっとなんか言ってんな、うん、なんか言ってんなお前、なんかゴニョ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 、俺は普通にまあ、キャストもすごいやん、すごいね、ちょっとね、松平健さんとか、うん、すごい、上川さんとか、上川さん、藤原紀香さんとか、浅野ゆう子さんとかさ、うん、あと小池徹平さんとかね、うん、まあ、まあ言ったら天草四郎の怨念の話で、うん、上川さんで柳生十兵衛が倒すみたいな、うん、感じでね、渡辺大さん出てるから見に行こうかなと思って、うん、で本番前に写真撮って、うん、今から行きますってツイートした、うん、でまあ前半後半で途中休憩入るやんか、うん、休憩入った時にツイッター開いたよ、うん、そしたらお前からリプライ来てて、うん、見に行きますっつって、へえ、でお前のリプライが、うん、勉強してこいよ、うん、メモりながらなっていうリプライが来てたよ、うん、もうそれテンション下がるやん、もうそんな、いやいや、それはほら、うん、ね、うん、博多座役者として見るんだから、うん、ああいうね、うん、大規模な勉強した方がいいなと思って、うん、いやそれは別にもうリプライで送る必要もないし、うん、もう余韻も吹き飛ぶぐらいの、うん、もうこの現実を突きつけられる感じ、うんうんうん、言ったら日常からちょっとこう日常忘れてっていう ね、感じや、うん、それを急に現実に戻されて、うん、でももうリプライでみんな見れる状態かも、こっちも返さないか、確かに、うん、もう休憩時間25分しかない、飯も食わなあかんし、うん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 、もういやこいつと思って、うん、で俺一応返したんよ、うん、性格も悪いなっつって、うん、でそういうやつが本番ミスるからなっつって、うん、だからちょっと返したんよ、うん、でまた休憩終わって、うん、なんか後半見て、うん、よかったよかったなーっつって、うん、ね、大ちゃんの武蔵もよかったし、かった、ね、うん、舞台設備とかもさ、いや本当すごかった、豪華、もう江戸の舞台って感じでね、っていう感じで、うん、終わった後携帯開いたらまたお前からのリプライで、うん、ミスる本番がねえやつはいいよなっていうリプライで、俺もこれ見た時に本当にもう俺はね、博多座出てないから本番ミスる緊張感もないからいいよなって いいよなって俺見た時俺は膝から崩れたよ、うん、もう余韻もクソもない、本当にお前は人を嫌な気持ちにさせるよね、うん、俺そういうやり取りで負けたことないもん、ね、いや俺マジで性格もっていうところで俺は、うん、もうちょっとこうビジュアルもよっていうさ、ちょっとしたこういじりでミスるっていうやつやったら、うんうん、もうお前がもうそれをひっくり返すぐらいのもうやつ返ってきて、うん、でもこれ返さないかんと思って、うん、俺マジで喫茶店その後入ったんよ、うん、返信打つためにベローチ入ったわ、余韻に浸ることもできず、こともできず、これ返さないかんって負けたことになるからっつって、うんうん、30分考えて、うん、もうこれ何もできんと思って、うん、ギブって言ったよ来てたな、いや俺マジで、うん、あんなにグーの音も出ない返し、うん、もうよく思いつくよな、いやもう
切ないね。あれもうすぐパッパッパッっていう感じで。俺30分考えても無理やね。ギブしたよ。でもやっぱなんていうの、勝ちが負け、勝ちじゃないなっていうか、うん、それによってやっぱみんなひどいっていう扱いでやっぱ言われたよね。やっぱ、うん、あ、負けることもたまには負けた方がいいんだよね。たまには喧嘩に負けてこいっていうのはこういうことだなっていう。うん、いや俺あれはもうちょっとグーの音も出んかったな、あの返しは。でもなんか小学校の時とかから、うん、やっぱけあのちっちゃかったし、スポーツも勉強もやったから、うん、なんか口だけはとか思って、うん、どうやったら向こうが腹立つかみたいなずっと考えてたんだ。マジで。なんちゅう幼少時代を過ごしてんねんお前。ちょっと待ってくれよ、うん、どうやったら人が腹立つんやろうなっていうのをずっと考えてて、だから高学年の時とかはもう一番強かったのは、はいはいっていうの、もう最強の技な。例えばじゃあお前テンパでチビやなさい、はいはい、わかりました。え、それもあれやろ、うん、30代ぐらいやろ。え、4年生の時。もうさ、うん、お前マジお笑いでやってよかったな。俺、ま、ほんと第二のダース・ベイダーになってた可能性もあるってことやろ。いや、そうよ、ね、ダークサイドに。その発想をこうね、仕事でこう、うん、エンタメの方に寄せてるから。これ本当に考えてたもん。考えてたっていう記憶があるもん。ああ、どうやったら相手をこうなんか言われたりとか、ねじ伏せるかっていう、うん、そうそうそう。だからそういう境遇にあるっていうのは察知したんや。そういじられるっていうか、察知したし、うん、なんかこう言われたりすることもあったから、なんかこう、うん、いじめられるとかまでじゃないけど、うん、なんかこういじられそうになった時に、うん、もう口で気絶させたろうと思って。うん、いやマジで俺悪口、うん、全日本悪口大会があったらお前マジでいいとこまで行くと思う。うん、そうだね、うん、本当に大阪桐蔭やと思うわ。うん、いやそれは自信ある、やっぱ、うんうん、すごいサボったことないもんそれは。だからあれはもうずるいわ、俺もう一生忘れないと思う、うん、あのリプライトラウマ、うん、トラウマよ俺。ミスる本番がないやつはいいよなっていう、この一言。いや、まあでも、なんか、腹立つとかじゃないんだけど、うん、この間、タクシー乗ってて、うん、運転手さんが若かったんよ、うん。で、なんかもう、そわそわしてる感じがあって、うん、なんか、ちょっとこう、なんかゆっくりしたいとか、携帯でなんか仕事したかったりしたい時あるやん。うんうんうん、の時めっちゃ話しかけてきたんだ。まあまあまあ。たまにいらっしゃる、ね。でもそれをさ、ちょっとやってるんでとかは言いたくないんや。まあそりゃそう。うん。うん。いつも乗せてもらってるし ね。でももう異常に尋常じゃないぐらい話しかけてきて、もうなんか区切りをつけたら、あ、そうっすね。あれどうっすみたいなんで。ああ、句読点打ったよね。うん。で、したらもうなんか途中でさ、一つだけ聞いちゃっていいっすかとかつって。あ、いいっすよ。ぶっちゃけ給料いくらなんすかつって聞かれたんだ。でも、誰が言うかっつって、いやいや、もうちょっと俺もちょっとさすがにほら言うわけないやん、まあな、月ので、言うやん、あ、運転手さんがな、うん、はい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 、はい、必ず言うと思うんだ、 おしゃべり運転手さんだから、20中盤だと思うんだけど、若いね、で、いや、だってほら言うでしょとかって言って、うんうん、いやそういうのは僕言わないんですよとかって、いやどういうのは言うのと思って、いやもう絶対言うよ。斉藤がだって膝割れたやつももう一夜にしてね、うん、駆け巡ったからね、福岡中を。そのでもそういう人にはもうあれよ、矢野だから言うんよ。あの完全にこう落としに行くのは。いや、ほら違う、普通のタクシーの運転手さんとかも気絶させちゃったらもう俺がまた、うん、分かる。あのその大変なよ。うん、あなた、いや、じゃああなたいくらなんですかみたいなとかで、うん、あの。違う、俺が言いたいのはね、でもね、うんうん、俺がさ仕掛けたわけじゃないやん、俺は博多座を見に行きますっていうツイートしたのに、うんうんうん、お前が、うん、お前のこと全く触れてない。俺はだから、ね、矢野に関してはね、もう、ま、あの力を思いっきり出せるから好きなのよ俺。いやいや、ちょっと待って。俺がさ、斎藤も出ているとか、うん、次斎藤が出るらしいとかさ、なんかそのお前の文言が入ってて、うん、あのリプライがくれたら俺も納得するよ、うんうん、俺単純に大ちゃん見に来たっていうツイートに、うん、それもうあの欲しがってんのかなと思って。欲しがってないわ。俺が博多座行くから皆さん博多座ですよ、かける矢野いじってくださいよっていう。違う、いやもうだから俺ももうなんだろうね、責任感で
や違う、責任感で、ああもういじらなと思って、一応やんわり、やんわりと、あの勉強してこいよっつって、メモりながらなっていう、もうまあお決まりのやつで言ったら、そこまでは耐えれた、でそしたら、お前がミスるからなっていうので来たから、あだったらもう気絶させますよっていう、いや用ないよ、本当にやめな、もう、いや俺が仕掛けたやったら分かるよ、そう俺が無垢なさ、ツイートしてさ、それをでも今基本やっぱ暗殺権だからさ、やっぱあんまり達人でいけよお前も、いやだからそうなんやな、頼もうお前、すぐやっぱ一番言われたら嫌なことが最初に思いつくから、いいことに出てくるまでクリックに時間かかる、まず悪いところがビビビビビビってサーチで出てくる、出てくる、そうなんかで、頼むよ、でなんか自分がなんかこう、こう、まあ、こういう性格だから、こういう風に見られたくてこういう言葉喋ってんだろうなとかあるやん、ちょっとここは、自分で、仕事すごい頑張ってると思われたいから、あえてちょっと手前の、なんていうの、いやーって、例えば絵描いてる、賞を取ったって話したいときに、はい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 、いきなり、いや、ちょ、聞いて、ゴリさんだったらさ、ごめん、俺賞取ったよ。おはようございます、前にな。いきなり、見たとかつって、やけど、一個、ワンフェイクで、なんか、別の話して、絵の方に持っていくみたいな。ああ、ワンバン。壁当て。ワンバンさせんのよ。壁当てでワンバンさせてから。で、そういえば、あ、賞取ってましたね、とかって。ああ、向こうから言わせようとするみたいなのを、すぐ、やっぱ欲しがって考えるわけや。そういう発想やから、常に。自分が褒められたいとか、すごいと思われたいとか、でそのためにって思って生きてるから、その人がそういうふりした時に気づくんよね。あ、分かる、今こいつは、この話をしたいから、したらだから俺なんか意地悪でその話に持っていかないように、あの道ベンってカットすんの、カットしたりしちゃう、なんでちょっと待ってもうマジで意味わからん、ごマジで意味わからん、だからゴリさんストレートに言うんやったらわかるけど、あ、ちょっとダサいってことね、バレるっていうか、そのワンバンさせんのが、自分がそういう人間だからやっぱそれ気づいちゃうから、俺ずっとそういうやつの隣におったの、だからすごい怖いわ、いやそういう時もあるってことよ、俺はでもあんまないよね、そういう壁当てする、ある、あなたはね全くない、あなたはなんかこうやってすごいと思われたいっていう欲がないのかなと思って逆に心配になるぐらい芸能界の迷い子っていう、いやちょっと待って、そっちはそっちで俺今ダメージ食らうの、あのそっちのダメージもあるの、すごいと思われるっていうことに関してもう諦めてるお通状態諦めることに慣れてるっていうバカボンドのお通、幸せになることを諦めてるっていうかないものが当たり前と思っちゃってるから、あでも俺もそういうさ、褒めてほしいからっていう気持ちが見えると嫌なんよ、嫌だから、まあ、言わない、あえても言わないし、で俺はもう本当にそうじゃないけどっていうとこつきたいわけよ、あなるほどね、それはさ誰が得する、だから本当にうまくいったら俺が得するんだよ、どういうこと、例えば、その褒めてほしいっていうことをバレずに向こうから言ったみたいなことになった時に、あ自然と すごいと思われるって、ああ斎藤がね、したらもう向こうから言わしてるから周りも人から人が言ってんだから、斎藤はすごいんだってなるやん、本当にうまくいった時は得する、俺はあそれは分かるんやけど、その斎藤がさたまに違う人が褒めてほしいがために壁当てでワンバンしてるのを止めるっていう、それはもうさ、嫌なやつってこと、嫌なやつっていうか、まあスムーズに言えばいいのにって思って自分もやるのに自分もそれやるのにスムーズに止める必要ないやん、思っとくだけでええやん、いやそうなんだ、よくないなと思う、思っとくだけでええやん、そうそうそう、それは、なんだったら導いてあげたりね、した方がいいよね、言ってあげるとかね、気づいてるんやったら斎藤がその役をやってあげればいいやん、それなのにバスーンって止めて、バスーンとは止めずに、ちょっとこう石ころを組んだそれで脱線させ、ちょっとあの生きづらくしちゃったりとかいやお前本当よくないと思うよ、いやよくない、いやだもう、だから俺本当もう二十何年コンビ組んでるけど、ちょっと今日ちょっと闇の深さっていうのをちょっと、それはもう俺の密かなあれよ、そんないっぱいやってるわけじゃないよ、たまにトミさんとかでこう、あお前トミさんに言うよな、
富さんに言うな。富さんはあの、うん、本当にいい人だから、うん、あの褒めてくれるときすぐあの、うん、引っかかって褒めてくれる。富さんは確かにすぐ富さんでもすぐあれ面白かったですね斉藤さんとかよう言うもんね、うんうんうん、言ってるやん言ってる。富さんめっちゃあれお前のお前の導きでなってるのか巻いてんだけど富さんでも富さんはもう、うん、褒めてくれすぎてちょっと効果が弱くなってるんだいや富さんめっちゃ褒めてくれてるわお前のこと、うん、あれ見ました。あとこの YouTube も、うん、ラジオだけじゃなくていろいろ全部見てくれてんのよ、うん、あれおもろいっすねっつって、うん、だから違う人の YouTube の話とかして、うん、でも回数いやもう毎日きついんすよねとかって今日言ってたやん俺帰りに言ってた言ってたそしたらそこでもう第2打で来たやん。あ来た。いやすごいっすよねもろかったっすよねとかって言ってくれるから、うんうん、もう2ターンできちゃうからさ早いんだ。早いのよ。しか早い。富は早いのよ。あと2ターンやり取りしてくるぐらいが一番。だからもう簡単すぎて。そうなのよ。簡単すぎてやりがいがない。やりがいがないのよ。でこれ富さん聞いてるからな絶対。富さん聞いてんのよ。いや富さんは、うん、まああのそういういろいろやるっていうことのなんかリスペクトというか、ああまあこうやって週3回、まあまあそれもあるんだけど、ちょっとね早い。いや言ってたわ今日も帰りのバスで、うん、いやすごいっすよねって、うん、でも本当はね何もせんとすごいと思われることせないかんのよ、うん、まあまあそうよ。そのために頭費やした方がいいのよ脳のね脳のエネルギーを俺も今言いながら思ったけどさ、ストレートにね、そっちで費やしたらいいのに。もう本当にもう自他共に認めるというか、もう勝手にもうね、そっちに導く方に、なんかすごいやつ作ったとかさ、うん、うん、そうね、うん、もうストレートにみんなが来る、そうそうそう、そういう存在にならないかんのよ。そうよね、うん、あれもかって、うん、全員が富さんっていう、そうそうそう、感じになんなきゃいけないけどね、うん。うんまだやっぱそういうのを考えちゃうんだよね。まあいろいろそんなこと考えながらやってんだな。いやいやもう考えてるときも反射やね。もう熱いもの触ってあちっていうのと一緒でいう感じになっちゃってんだな。あちっていう感じ。今日だからもうこまあオンエア見てもらったら分かるけど、まあ、うん、まあブーメラン返ってきてるけどね。いや早めのブーメランがね。いやこれいいことだと思うよ。うん、そうね。ブーメランが早めに返ってきてると。これちょっと悪いやつと思われるかなこれ。うん？何が？今日のラジオ。いやもうええって分かってるってもうええやん。なんでそこでまたさ、うん、いい人欲しがんの。それはそっちで行きなさいあんたも。それでもう説明もできないんだからさ。まあね。え何いい人とこっから思われとしてんの。まだいけるなと思って。無理よ。ダーク俺のリプライとそのさっきの導き、そして導いてる人を途中でバスンって切るっていう。今日この3本立てでお送りしてるからね。やばいやばい。まあまあうん、でもちょっと矢野ちゃんのまたびっくりしたやつもちょっと言わせてもらっていい。何何あれこの間福岡くんの収録、うんうん、あったじゃない、うん、俺と君もめっちゃ面白かったんだけど、うん、あの V 見ながらクイズあるやん。あるあるある。たまにあるねこうやって、矢野さんスタジオの矢野さん、はい、お答えくださいみたいな、うん、で5秒前5秒でお願いしますっつって、うんはい、バッて出て、うん、ペペがえちょっとあちょっと43、2、1、0、あすいませんやろう。それ2連撃あったよな。もう俺はダメかもしれん。いや、恥ずかしい。俺で、あの、畑野っていうね、演出家にね、矢野が最後に言ったのが、クイズ NG っつって。何でもいいのに。いや、俺もうね。しかも別に大喜利とかじゃないやつやん。いやでもやっぱちょっといろいろ考えすぎなんじゃない。そうかちょっとってやっぱさ楽しいこと言わないかんっていう。面白いこととか期待してないからお前に。もう何でもいいよ。速度なよ。スピードなの。うん。でもやっぱほら、いやいろいろこれはダメかなあれはダメかなとかぐるぐるってなった。そんなさ、うん、結果そんなにさプレッシャーかけられる結果いつ出したの、うん、どうしたお前。いや肩の力抜かせようとしてんの今。どうしたお前。いや今これ肩の力のお前あのリプライじゃなくても直で来てるから。いやお前俺は優しさだよ。もうお前逆にもう力抜けっていうのを言いたくて今言った、うん、いやだったらこうラジオで言わなくていいじゃない。いやなんでこうみんなが聞いてるやつで言うのそれは。いやほらあんまりほら裏で言うのもちょっと変な
感じ。いや別に和歌山くんがいるんやからさ、それ終わった後に言えばいいよ。力抜いて、なんか自分にさ、そのホームラン絶対打たなきゃ、この球は打たない、この球は、この球はっていつも見逃しじゃん。見逃しの三振になってるって。で、挙句の後にクイズ NG っつって。なんだったら前は10秒あって、うん、クイズの時がね、うん、でそれでなんかちょっと答えた後、うん、変な空気になって5秒ぐらい、うん、あ変な空気やったから、うん、畑野に、うん、畑野くん10秒長いわ5秒にしてって言ったらって言って5秒にしたら5秒で答えれないっていう。答えれなかったっていう。これは本当に申し訳ない。その辺もね、ちょっと福岡君注目してもらって、うん、いやちょっともういや VTR 見てほしい。本当恥ずかしい。これは申し訳ない、うんうん、確かにな。ホームラン打とうとしてたわ、うん、そういう人じゃないもんな。いやだからいつホームラン打ったあ悪気なくね。ちょっとなんだ、いや違う、ホームランを目指すのは悪いことかね、うん、いやもうほら速度でさ、うん、もう何でももう速度で、ね、速度でポンポンお持ちよ。、うん、お前のキラーワード、うん、いやぐらい、もうだからもう決めとこ、テンパったらこれ言うっていうのを矢野も決めよう今日。ああ何がいいかね。やっぱなんとなくこう雰囲気ちょっと可愛らしいやつの方がいいかな。うん、キラーワードじゃないけど、あーワード俺が言って単語、あ俺が言ってなんかそのワード超あるから、いやそれ助かるわ俺本当に、うん、もうね、うん、真っ白なるっちゃん。ああでこれはそこはよしなには、いやどういう時に使う単語系がいい？単語がいいね。何でも使えるやつね。お餅みたいな感じの。濡れせんべいは。濡れせんべい。ダメ。いや嫌いじゃないな。なんかあった時に濡れせんべいっていう。わかった。うん、ああそうだね。もうちょっとそのどっち何系がいい？いっぱい用意してる。エッジの。あ、エッジの。エッジの効いたやつあるか。ああ、なるほどね。うん、ああ、うん、なるなるなる。お里が知れるなっていうのは。それ嫌なことや。人を嫌な気持ちにさせる言葉や。お前そんなことをメモってんの？そうだね。お前めちゃくちゃメモってるやん。そうだね。人を呪わば穴二つっていう。どういうことそれ。穴二つあったらもう、人を呪えるよっていう。呪えるって。うん、いやでしょ、今んとこ濡れせんべいもらおうか。でもお餅とちょっと似てるな。うん、どっちかというと そっち系だよね。だから斎藤インスパイア系になっちゃうから。ああなるほどね。俺がなんかじゃあこう、うん、言いそうな。ボーダフォンは。あれソフトバンクの前身やったっけ、うん、なそうだね。携帯会社ワードでやっぱ一個ワードが一個こうなんか困った時小立ち持ってるだけで、うん、ちょっと余裕持って別のやつ言えたり、うん、最悪ボーダフォンって言えるっていうのがあって余裕が生まれるのよ、うんうんうん、じゃあ俺ごめん、濡れせんべいとボーダフォンの二刀流で行かせてもらって、うんうん、ポケットに入れとったら、うん、あのそれ言わんでもいいよ、うん、でも俺にはポケットの中にお守りよ、うん、なんかナイフを持ってるっていうので。なるほどなるほど。強くなれるよ。そのナイフは別に使わんでいいんだけど、うん、じゃあ俺常に現場行く時は濡れせんべいとボーダフォンを持って、うん、いいよ。で、矛の綺麗よしっていうのも。いや、もうそれはもう、キングダムじゃないのそれ。うん、キングダム。キングダム。ヘキが言った。そうだよね。矛の綺麗よしっていう。うん、俺はいつも、俺も持ってんのやっぱこういう。ああ、うん、それ滑った時に言うやつやな。そう、だからなんか、自分の中の5個ぐらいのあるんよ。うん、あの、パターンみたいなのが。はいはいはい、受けた時、滑った時とか、微妙な時、このパターンの時はこれみたいなのがあると、うん、その余裕を持ってやれるから、うん、それはもうだからお前ボーダフォンと濡れせんべいだけは両ポケットに入れて手入れたらもうあの答えれないってことはないから。だから俺がそのこれ聞いてる人はペペがこれ出した時はもう最後の何もないってことね。最後のキラーワードが出たから打ち止めです。濡れせんべいとボーダフォンがテレビで発せられたらもう俺はもう、うん、そうだね。それからお前間違えないよ。ボーダフォンの時がいい時もあるし濡れせんべいがいい時もあるからな。いや、それ分からん。その違いが分からんわ。あ、そう。うん。それ、まあ、でもそこは間違えないようにしないと。今日からちょっとポケットにその2つを入れて。うん。うん、テレビ。俺やっぱお餅があるだけでも全然違うもん。うん。うん
でお餅がもうひっくり返って表になってるもんね今。そうだね、うん、お餅が出てきちゃった。お餅が出てきちゃった。やっぱ松本さんに屋台で振られた時に出てきて、うん、もういい感じにプクーって膨らんで表に出てきてるから、うん、出てきちゃってるから。だから またもう一個、もう一個、もう一個入れとかお餅の中にもう一個入れとかだから、ね、うん、うん、そうね、うん、具を入れとかないから。あんこだね、あんこあんこって言わないからね。普通にしてなくていいから、うん、まあちょっとじゃあこんな感じ で、ね、まあまあまあいろいろやってますんでね、その辺もなんかいろいろ注目してもらいながら、ちょっとね、はい、ステイホームで楽しんでやってもらえたらと思います、はい、ということでお送りしたのはパラシュート部隊矢野ベベと斉藤優でした。また来週、さよなら。